皆さんこんばんは、さとみです。今日も可能性の、その3をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はですね、まさかの綾乃ちゃんが私のせいで死んでしまってですね、本当にびっくりしたとこで終わりましたので、続きからやっていきます。もう本当にもう死んでほしくないよね、ハヤト。で、なんかコメントをいただいて、まあ頭を使えということですよね。助かる、復活するにはやっぱりもうちょっと考えて行動しなくちゃいけないと思うんですよ、私も。だからちょっと頭使って、いやいや無理かも、あーわかんないけど、とにかく死なないように頑張ります。はい、今かなちゃんに話しかけてます。もう帰る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 、かなさん落ち着いてよ。そうだ、非常用ハンドル。電車の中には乗客がドアを手動で開けられるようにできるものがあるんだよ。なんで今まで忘れてたんだろうね。だから落ち着いて帰れるよ。一緒に探そう。うん、かわいい。あ、これかなちゃんと一緒に行動してるわけですか。乾杯師さんもどうですか。十分に気をつける。あ、はい、可能性に橋を、和紙を、ちょっと、ハヤトくん、本当に感電死、感電死なんですかね。なんか炭になったって言ってましたよね。ちょっと待ってね。かなちゃん武器持たせれる、やっぱり。じゃあ武器はどうしようかな。高級折りたたみ傘、高級なのか。尖った鉛筆、攻撃力、おー、どうしよう。なんか英和辞書、和英辞書強いですね。かなちゃんこれ持ってないわ。防御、はい、戻る。じゃあちょっと私じゃないや、なんだっけ、誠くんもちょっとカッターじゃない、これ持ってよ、英和辞書。はい、装備完了。では行きますか。非常用ハンドルって、あ、これかな、これだ、あった、これだ、これで開いたはず。そんな簡単なね話じゃないよこれ、めっちゃ怖いじゃん。あ、開かない、どうして、やはりダメか。やっぱり私たちみんな殺されるのよ。いや、かなちゃん落ち着いて、私そんなことされない、ダメ。あ、そんなことしたらあの人みたいに、今何て言った、うわー、帰りたい帰りたい帰りたい、ご飯食べたい、お風呂入りたい、ベッドで寝たい、テレビ見たい。ね、落ち着いてって、まだ打つ手はあるよ。嘘、何もできないくせに、バカ、役立たず。あー、ごめん、かなちゃん。気にすることはない、きっと気が動揺してしまっているだけだ。そうかもしれませんね、かなさん一人じゃ危ないよ。ダメだよ、かなちゃん早く助けに行かないと。お、一人ぽっちなのが辛かった。誰にも相手にされないのが辛かった。自分の存在を認めてもらえないのが辛かった。生きていても意味がないんじゃないかって辛かった。そこに綾乃ちゃんが来てくれた。手を差し伸べてくれた。その手を離すまいと必死だった。離されまいと必死だった。これきっとかなちゃんですね。誠くんも普通に接してくれた。家族以外でこんなの本当に久しぶりだった。でも、今、私はその手を自ら離してしまった。そんな、離したからなんだ、また繋げばいいんだよ。また一人ぼっち。こんな私が生きてる意味ってあるの？
誰か教えて。今教えに行く、今教えに行く、もうすぐ行く。行こう行こう行こう。かなちゃーん、かなちゃんどこ行った。あーもう見たくない。開いてる。かなちゃん、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 かなちゃんどこ行った。え、まだ後ろ、まだ後ろ。あ、あ、かなちゃん助けて、いや助ける助ける、早く早く早く。うわー、絶、戦う、攻撃、いけ。え、あ、ダメージを与えられない。なんで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 。ちょっと待って、じゃあ特技で叫ぶ。お、やっぱり叫んだ方がいいんだ。よし、かなちゃんかわせ。あ、攻撃じゃないや、いけ。うわ、攻撃を与えられない。なんだこれ、手だから、手だから攻撃を与えられないの。叫べ叫べ。うわ、やめろよやめろよ。ちょっとアミさん、アミさん頭使って。ほら、叫んだらダメージ与えれるから。うわ、吐き気を催す。あ、違う、特技、いけ。ほらほらほら、誠くんの喉枯れてきちゃうから。うわ、やめようやめよう。あ、でもそんなダメージを食らってないのか。いけ。だから、そうそうそう、かなちゃんみたいに叫んで。あ、ダメ、あ、かなちゃん死んじゃう、ダメだよ死んだら。いけ、強い、こいつ強い。道具、いや、いけ。そうだ、いっちまえ、やっちまえやっちまえ。あー、ダメだよ、かなちゃん死なないで、絶対絶対ダメ、助けに来たんだから。うわー、攻撃、いけ、強いんだが。ちょっとアミさん、あ、やった、倒した、イエーイ。お、白の記憶、かなさん大丈夫。うわー、かなちゃん、ん、まことくんごめんね、さっきはひどいこと言って。大丈夫、全然気にしてないから。うん、それと、あー、つわー、かわいい、ありがとう。うわ、かわいいよ、かなちゃんかわいいよ。あー、無事で何よりだな。あ、なんか、なんかアミさんの普通の顔初めて見たかも。うん、お兄さん、お兄さんって感じだね。お、特技一休み。かなちゃん大丈夫、話す、私頑張ってみる。お、かなちゃん決心した顔になった。うん、頑張って頑張って。お、出れない、はい、話す。行き詰まったら休むことも大切だ、冷静になって見えてくるものもある。うん、もうダメだ。うんと、じゃあとりあえずセーブします。よかったよかった、かなちゃん生きてて嬉しい。で、なんかアミさん休むことも大事って言ってたから、一休みします。あ、休んで集中力回復、時間を進める。時間進めちゃうのか。ちょっとちょっと調べてからにしようかな。じゃあなんかないか。綾乃さんどうして、もうダメか。いや、いい、入んなくて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 いい。出よう出よう出よう、行こう行こう。やっぱ一人はちょっと怖いから、怖いからやめる。あー、でもよかったな、かなちゃん死なないで。これ以上もう誰も死んでほしくないよね。じゃあ一休みしますか。休憩ー。